フォーチュンクッキーに仕込まれたおみくじのように、金言メイクを表示するフォーチュンとは、ユニックス KOS のコマンドの一つ。フォーチュンクッキーを模したプログラムであり、歴史上の偉人の名言や有名人の発言などを一部、引用したメッセージを無作為に表示する。本プログラムと構成ファイルの名前の由来となっている、フォーチュンクッキーとは、金言メイクや、運勢の書かれたおみくじが中に仕込まれた歌詞のことである。 フォーチュンはそれを模したものであり、コンソール上に有名人の発言などを表示させることができる。古くはバージョン7ユニックスの時代に登場したプログラムであり、現在リナックス用などとして配布されているものは、ケン・アーノルドによって作成された BSD 由来のバージョンが元となっている。普通にコマンドを入力して表示させる等のほか、ログイン時、 ログアウト時に引用句をランダムに表示させるといったように使う。ユーザーのホームディレクトリのプロフィールまたはログアウトファイルにこのコマンドを書き込んでおくと現代でも端末エミュレータによるセッション開始時にメッセージが表示される。また、ウィンドウ環境で GUI 的に表示するものやユニックス系外用のバージョンもある。フォーチュンは通常。 プログラム本体と共に引用句が収録されたテーマファイル集がセットで配布されており、そのデータベースからランダムに選び出してメッセージを表示させている。テーマファイル集の中にはまさに金言メイクというべき偉人の発言の引用で締められたファイルもあるが、アニメの登場人物の名言、ハッカー一流のジョーク、どうでもいい雑学的知識、あるいは意味不明なポエムといった 金言メイクとは、到底呼べない発言が、引用句の名目で収録されているファイルがメインである。バージョンも多く、ジョークプログラムとしての要素も強い。X スコーリンセバーのいくつかのモードの入力テキストを生成するためにも利用される。フォーチュンの引用句データベースは、ユニックスユーザーの思考に極めて偏っており、従って、計算機科学、プログラミングについてのヘンテコなジョークが多く、 含まれている。他にも SF、漫画のズイッピーザピンヘッド、アンブローズ・ビアスやデーブ・バディといった往年のハッカーに非常に好まれた作品からの引用が含まれている一方で、欧米で伝統的に親しまれている定番の名言やジョークなども幅広く含まれている。いくつかのバージョンにはいわゆるお下品な言葉が含まれているが、それらはコマンドラインオプションとして A を与えて、 データのすべてを選出対象とするか、オーオプションにより意図的に選択しない限りは表示されない。フォーチュンの引用クファイルの一つ、ゲーデルには、フォーチュンコマンド自身についての発言が含まれている。ここにフォーチュンプログラムの目的が集約されていると言えるだろう。はず、Anyone Realized That the Purpose of the Fortune Cookie プログラム is to? デフセプロジェクトテンションズ ?When did you ever see?H.A. フルクッキー ?A. Non.Cynical.O.I.B. and Informative クッキー ?Perhaps inadvertently.We have a channel for our aggressions.This.Steelbeck's The Question of Weather.The クッキー releases the pressure or only.Selves 2 Brand The Warning Signs.Long Live The Revolution.Have a nice day. 威薬全く楽しくない、皮肉たっぷりの有益なことなどこれっぽっちもない名言ばかり。表示する、このフォーチュンプログラムが、プロジェクトの緊張を和らげるために作られたものだと、気づいた者はいるだろうかおそらく、自分で意識しているかどうかにかかわらず、我々は誰しも、自らの中に、秘められた攻撃性をあらわにさせるような回路を持っているのだ。フォーチュンとは、 そんな我々の感情の回路をオープンにすることでたまったストレスを解放してくれるためのものなのか、あるいはそういう難しいことはなく単にどうでもいい金言メイクを表示するだけのプログラムなのか、その答えは君自身の中にある革命よ永遠なれごきげんようよくあるバージョンのフォーチュンでは2つのファイルが使用されるウェブページ上で 人用句を表示させたり、データファイルを生成するのではなく直接テキストファイルを利用したりするバージョンも存在する。コマンドライン版のフォーチュンの挙動を変化させるいくつかの共通のオプションが存在する。ありがとうございます。